はいどうも、翔平TVです。はい、本日はですね、翔平TV、野手転向ということで、守備練習をやってきてと思います。まあ、風がすげえやばいんですけど、まあ、頑張っていきましょうということで、協力者のね、3人の視聴者の方もいますんで、みんなにこう手伝ってもらいながら、やっていきたいなと思います。そして今回、まずサードをやります、サード。サードをやって、まあ、ファーストで投げるというところまでやっていって、まあ、試合を想定して、できるだけこうね、ランナーをこうアウトにするためにこうね早めにアウトにしていくような感じでいきます。で今日使うグローブがこの3つですね。ハイゴールドと Z、 そして絆グローブ、こちらの3つを使ってやっていきますという感じで、まずファースト送球します。その後はゲッツーをイメージしてセカンドに送球するまでをやっていきます。はい、もう本当にこう今まで本当ピッチャーしかやってこなかったんで、全体練習の時も大体はこうノッカーやったり球拾いしたりしてたんで、本当に内野をやる機会が全くなかったんで、これで経験を積んでやっていきたいと思います。それではやっていきます。ふう、風がやばっ。はい、お願いします。おっさおっさ、まあちょっとバンバンできます。なんて言ったらノーバンできます。はい、はい、よっしゃー、よっしゃー、はい、ちょっと感じなんかわかんないですけど、やってきます。おらおら、おーさあ、おらきた、おらきた。あ、これ軽いからね、動かしやすいわ。おー、きた、
痛い。俺か。俺か。ハンドル。息が。内野手ってきつい。まあこんだけ連続でノック受けることってあんまないですから。あ、ないか。チャンス。はい、というわけで、今回はね守備特訓しましたけど、野手転向やっぱきついね俺ファーストの方がいいよってすげえ思った。まだまだね、技術的にまだ低いですけど、ちょっとずつね慣れてやっていきたいと思います。はい、というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、また明日。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント使うんですよ。マジ？いつの間に？まあ、さらっとだってよ、だってよ、みんな。あの、僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹。そう、右手握力だけだるぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ。痛いのは痛いですよ、下手なだけ。高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっと。そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ、何これ。あの、衝撃球種。ああ、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると、あの、衝撃が少しは吸収されるという。マジで。プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなって言ったら、練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんです。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ついちょっと、まあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、両平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらいですか。自分でかい方だと思うんだけど、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、全然どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので。応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント。はい、で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら、見ましたね。はい、じゃあこれ、はい、Hz プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた綺麗。